7月8日金曜日、大阪メトロ中央線、旭尾橋駅に来ています。本日はここ池島公園に行きます。駅から南東に徒歩10分ってところでしょうか。池島公園はざっくり言うと3つのエリアで構成されていて、南から順に1遊具エリア、2グラウンド、3危険な山岳地帯となっています。危険な山岳地帯というのはもちろん冗談やけど、実際公園の北の方が高くなっていて、日頃運動不足のメタボじじいにとってはちょっとした難所と言えないこともないのです。でも今日のお目当ては美しい女神様。すっごく楽しみ。大阪市港区池島公園です。おお、早速正面にいらっしゃいました。遠目に見てもその美しさが十分わかる。今まさに天井から降りてきたのか、それとも飛び立つ間際なのか。素晴らしい。ビットーリア。勇気新谷と書かれている。新谷勇気さんの作品のようです。新谷勇気さんの彫刻作品はかつてこのチャンネルでも紹介したことがあります。その時紹介したのは新北島南公園の全裸カップルでしたね。勝利の女神、これがタイトルかな。素晴らしいの一言です。台座のレリーフもいい味出してるね。ほんまに空飛んでるみたいやな。背中に翼があるのは西洋美術の影響だろうか。天井と地上を行き来するために翼は必需品なんかな。西洋の天使像などが翼を持っているのは天国が空の上にあるとの共通観念だからやろな。
こんなに立派な翼があったら、ほんまに空を飛べそうだね。一応。欅。桜。そしてクスノキ。高円寺四天王が女神像を囲うように配置されています。砂場です。バケット型ブランコ。ブランコ。すり鉢タイプの山形遊具です。結構高さを感じるな。転落したら即死レベルの高さです。いい感じに摩擦があるみたいやな。水道です。豊富な水量が嬉しいね。いただきます。ああ、美味しかった。スタンダードな木のベンチ。木製の長ベンチ。グラウンドにも遊具あるな。ブランコ。複合遊具です。この滑り台は傾斜角がちょっと緩めです。幼児向けの遊具。
これも幼児向け。虎のロッキング遊具。こちらはウサギ。背伸ばしベンチ。パラレルハンガー。トイレです。ここは休憩場所ですね。丸太を模したスツール。水道もありました。ここを登ります。かなり登りました。この辺りが山頂でしょうか。さっきの休憩所が見えますね。公園の花壇にひまわりの花が咲いていました。